ピーター・ルクザックは、ポーランド・ワールシャワ出身のオーストラリアの男子、プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス64位、ダブルス98位。身長183センチメートル、体重77キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2007年に28歳で初めて。 シングルストップ100入りを果たした比較的遅咲きの選手として知られる人物である。この選手はポーランド系であり生はポーランド語でルチャックと綴り、発音はウチャクが近い。しかし、日本語のメディアではルクザック、ルーチャックと表記される。ワルシャワでメカニカルエンジニアの父と母の間に長男として生まれる。ピーターが生後9ヶ月の時、 家族はオーストラリアに移住。後に同国に帰化した。その後、ルークザックは6歳から、父と叔父の指導でテニスを始める。ジュニア時代には特筆した成績を残せず、ジュニア卒業後には、将来を見据え学業と両立できる、大学テニス選手の道を選択し、奨学金を得て、カリフォルニア州立大学フレズノ校に進学した。ルークザックはここで、 テニス選手としての才能を開花させ、NCWA テニス選手権において、同行の個人記録を次々と塗り替える活躍を収め、1999年にシングルス部門で、2001年に単覆料部門で、NCWA テニス選手権のトップリーグである、ディビジョン1の年間ベスト選手が選出される、オールアメリカンチームに選出された。 2007年全貌オープンにて同大で、金融工学の学士号を得て卒業後、2001年にプロ転校。翌2002年には、年度末ランキングを、シングルス187位、ダブルス134位で終了すると、順調な滑り出しであったが、以降は伸び悩み100位台を上下するシーズンが続いた。しかし、2007年シーズンが、天気の年となり、 ATP ツアーの下部の ATP、チャレンジャーツアーシングルスで3優勝32優勝を記録。これらの活躍により同年の年度末ランクを79位で終え、初めてシングルストップ100フィニッシュを果たす。2008年は2月のアルゼンチンオープンダブルスで、ベルナーエシャウアーと組自身初のツアーダブルス決勝進出を果たし、準優勝の成績を収めると、 順調な出だしであったが、5月の全仏オープン男子シ,シングルス1回戦で、ユルゲン・メルツァーに3から6、2から6、4から6のストレートで敗退した直後に、骨盤の疲労骨折が判明。同年9月まで、ツアー離脱を余儀なくされる事態に陥り、年末にはシングルストップ100から陥落したが、2009年には、再び調子を取り戻し、 チャレンジャーツアーシングルスで3優勝1準優勝の成績を収め、この活躍により10月第2週のランキングでシングルス自己最高位の64位を記録した。またこの年はダブルスでもチャレンジャーツアーで2優勝4、準優勝の高成績を収め、ダブルスランクも年初の209位から145位まで上昇した。 ルクザックは2012年前後オープン男子ダブルスで、レイトン・ヒューイットと組んで2回戦で、ブライアン兄弟に3から6、6から7で敗れた試合を最後に32歳で、現役を引退した。ルクザックは、選手仲間からの信頼も厚く、2008年6月からは、ATP 選手会の理事として、選手たちからの投票で選出され、ロジャー・フェデラー選手会長、 ラファエル・ナダル副会長を中心とした10名の選手会理事の一人として ATP にツアー改革や選手の待遇改善を求める折衝に当たっている2010年6月に2年の任期を迎えたが同年の選挙でも再選出され引き続き2期目を務めた W イコール優勝 F イコール準優勝 SF イコールベスト 4QF イコールベスト8 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。